テアトロレアル第14回ユーロビジョンソングコンテストは1969年3月29日にスペイン・マドリードのテアトロレアルで行われた。舞台やロゴ、広告物のデザインは画家のサルバドールダリ。指揮者はスペインのアウグストゥス・アルヘロを含む16人で、フランスはフランク・プールセルが10回目を務めた。プレゼンターのラウリー・タ・バレンズエラはスペイン語、英語、フランス語を使用。 制作は、トブテレビションエスパニオーラ。この時、トブは、まだカラー放送用のインフラが整っていなかったため、ARD ドイツ公共放送連盟が、対応することになった。ゆえに、国内向けの放送はモノクロだった。放送時間、1時間46分。オーストリアが、独裁政権下のスペインでの開催をボイコットしたため、参加国は16カ国に減少。 内数字は、参加回数以下は、不参加ながら、中継放送を実施したつぼね。ORF オーストリア放送協会インタービジョン、KUD 会会、ドイツテレビジョン放送、TP ポーランドテレビ、ST チェコスロバキアテレビ、MTV ハンガリーテレビ、TVR ルーマニアテレビ、BNT ブルガリアテレビ、ソビエト連邦中央テレビ衛星中継。 SN モロッコ国営ラジオテレビ協会 RT アートラジオテレビチュニジア協会レーデトゥピーチャンネル13プエルトリコリヒテンシュタインの参加が噂されたがそれはフランスの漫画家たちが飛ばしたデマだった前年同様各国の審査員は各10名自国内で中継放送を鑑賞の上1人1票ずつ投票各国の放送局は 投票数を取りまとめて会場に電話連絡、スコアボードに加算されていった。スペインのサロメ、イギリスのルル、オランダのレニー・クーア、そしてフランスのフリーダ・ボッカラの4人が同点優勝という前代未聞の事態が発生した。これは同点の場合、どうするかという規則が決められていなかったため、メダルも4つ用意されていなかったため、3人は手ぶらで返され、 後日送られることになった。言語アワーズイコール、クロアチア語イコール、イタリア語 A イコール英語ランイコール、オランダ語点イコールスウェーデン語西イコールスペイン語ドクイコール、ドイツ語ダクイコールノルウェー語フンイコール、フィンランド語フツイコール、フランス語ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、ディガルースラッシュハットトブ、スペイン語版、ページ五点六八6ツラン英語版、 フランス語版、ありがとうございます。